ロシア外務省のザハロワ報道官は2日の会見でロシア軍の哨戒機が領空を侵犯したとする先月の日本側からの抗議について妥当性を確認する情報がないとして抗議を退けたと明らかにしました領空侵犯を事実上否定した形で政治問題化することは日本にとって逆効果だとして適切な権限のある防衛当局間で議論すべきだと主張しました 日本の防衛省によりますと、ロシア軍の哨戒機1機は先月23日、北海道の礼文島北方の日本の領海上空で3度にわたって領空を侵犯し、自衛隊の戦闘機が強い光や熱を放つフレアによる警告を実施していました。